はい、おはようございます。小豆島の漁師浜湯です。今現在朝の3時47分ですね。今日はですね、キス立てベラ立てといってですね、キスとかベラを取る網を朝からやっていきたいと思います。朝やって朝来るという、まあやって2時間ぐらい置いて来るというね、そんな感じでございます。それじゃあね、まず網をやりに行ってきます。レッツゴーレッツゴーレッツゴー。なんか朝からこの変なテンション、まあいいや。はい、それじゃあ帰ってきました。はい、それじゃあ帰ってきました。1時間か2時間ぐらいしたら網を取りに行きたいと思います。はい、それじゃあキスベラ立てに出航しましょう。まずですね、準備運動です。肉体労働ですからね。それではエンジンをかけて出航していきます。ここはいつもの感じですね。綺麗な朝日を見ながら、果たしてベラとキスはかかっているのでしょうか。それではポイントに、到着しました。じゃあ網を上げていきます。こちらがですね、網です。見ての通り網でございます。で、まあベラとキスは、まあ、ベラがねすごい滑るんで、左手に軍手をはめております。それではまず第1号、キスがやってきました。そこそこの肩ですね、これを網から外します。あー、美味しそうですね。それじゃあ、海の中の様子を見ていきましょう。今ちょっと片手で GoPro 持ってるんで、まあ分かりに撮りにくいんですけど、今キスが見えましたね。はい、こんな感じで網にかかっております。だからキスがこうピュンピュン泳ぎ寄って、で網に刺さって、でまた自分で動いて、また網に絡まってみたいな感じです。はい、2匹目。でこれはタイ語ですね。タイの子供です。当然、タイの子供は放流します。大きくなって帰ってきてください。で次、これ、青ベラがやってきました。青ベラ2連ちゃん。青ベラ、赤ベラっていうのがおるんですけど、生まれた時はね全部青ベラなんですよ。で大きくなるごとに性転換して、赤ベラから青ベラになります。で高松の方では、結構なね、高級魚、高級魚というほどでもないんですが、まあそこそこいい値がします。でまあキス狙いで行ったんですが、ベラの方が多いです。いつもベラの方が多いんですよ。これも外したら生け間に入れておきます。これが赤アジです。赤アジ、青アジとおるんですが、赤アジの方が味が非常にいいですね。でこれがオセン。オセンはね、炊いて食べたらね確か美味しかったと思うんですけど、もう食べたのがね、僕が確か幼稚園ぐらいの頃だったと思います。でこちらがガシラとクロメバルなどなど。でこれ網の目が小さいから、かかってくるとね、もう見てください、このようにたくさんかかってくるんですよ。売るには小さいし、おかずにしても食べるところはほとんどないので、それだったら放流をしましょうということで、外して全部放流しないといけないわけです。だからね、外すのがまた大変なんですよ。中途半端にね、この大きさがあって、それがなかなか網の目から外れないというですね、まあ、そんなことはさておき、クロメバルちゃんが外れて、クロメバルちゃんを放流。海の中で見る魚っていうのは、なんかこう心が温まるものがありますよね。はい、それじゃあキスがですね、これだけと、あとスゲ、見事に超えてました。でパンパンに超えてて、このスゲをねさばいたら、まあお腹の中内臓脂肪だらけで、食べたらすごく美味しかったんですけど、すごく磯臭かったです。その磯臭さだけをどうにかできたらね、最高の魚だと思いました。それじゃあ場所を移動して2枚目の網をくりに行きます。ちなみに、僕のやってる地域っていうのかな、やれる地域っていうのはあまりね、キスとかベラ、少ないでございます。だからさっきのでも結構多い方なんですよ。2枚目もちゃっちゃと食っていきましょう。でこれキスを取って、でこれタケノコメバルです。でこれが、生後、スズキの子供ですね。これは当然放流。タケノコメバルも放流しました。でこれがタナゴ。タナゴも煮付けとか塩焼きとか美味しいです。で2枚目もう終わりました。まあ動画で見ると早いんですけど、
2枚目はたったのキスニーキーでした。でベラがまあ数匹いて全部でこれだけっていうね。ウルニーはちょっと少ないんですけど、まあ他の魚もいるので、他の魚と一緒に市場の方に出したいと思います。で何匹かを今日の朝ごはんということでやっていきたいと思います。それでは。よいしょ。はい、というわけでキス5匹を持って帰ってきました。それじゃあこいつで絶品朝ごはんのキスの天ぷらを作っていきたいと思うんですが、その前に、さっきの漁法をちょっとだけ説明します。はい、それでは浜湯先生が教える、キス立てでございます。はい、キス立てとはですね、刺し網の一種でございます。刺し網っていうのは海の中に網を刺して、で、そこで放っておいて魚がかかるという漁法なんですが、このキス立てはですね、普通の網に比べて、網の目が小さいんですよ。これが実寸大としましょう。で普通より小さいから、ちっこいキスがかかるんですね。その代わりちっこいメバルとかもかかって、ちょっとね、外すのが大変だっていうのはあります。でこれがキスとギャラです。でこれがキスとギャラです。はい、じゃあまずキスの鱗を落としていきます。結構飛び散るね、水かけながら。でキスもね、結構相場いいからあんまり自分で食べることはないですね。贅沢な朝飯になりそうです。よし、これで鱗が取れました。でまな板に並べて、でこの一番大きいのを刺身にして、これを天ぷら用に、開いていきます。とりあえず全部の、魚の頭を落とします。腹びれの下入れて、お腹から斜めにシャクッと、はい、全部の頭を落とせました。で内臓とお腹を洗っていきます。こうやってペーッと出して軽く洗いましょう。指でこう突っ込んでね。背開きにしようと思うんで、お腹は切らずにこうこのままやっていきます。はい、じゃあ洗いました。でここで水気を拭き取ります。じゃあまずこの刺身用からやっていきます。お腹を開いて、ちょっとねだいぶね骨が高そうなんで普通に下ろしていきます。で下側行ったら、背骨側で通して引っ張る。で OK。 で何でか知らんけど骨が黄色いですね。面白い。で反対も。ちょっとミスちゃった。で腹骨をすいて、でもう真ん中あたりから皮を剥く。で腹裏返して、でこっちもこっちから剥く。これで簡単簡単だし、これでもうこのまま2切れができました。で反対も同じように真ん中から入れて、ちゃ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 包丁を入れた方から入れて、で皮を剥いで、はい、4切れで、お皿に大葉のして、こういこうか。はい、キスの天ぷら完成。キスの刺身完成。はい、じゃあ背開きでやっていきます。これね、大名おろしするにはちょっとここ高いんだけど、ちょっとやってみますね。はい、開いたらこんな感じでございます。で返して、こっちも大名おろし。で尻尾の方までいったら切る。で切ると同時にここも切れた、ここも切れたけど、これはダメだ。で切れたもんは仕方ないということで、あばら骨を取っていきます。
切れたもんは仕方ないからもう切っちゃえ。で反対も取ります。よし、で尻尾ももう切る。でこれで OK。 で2回目はさすがにうまくいきたいのでちょっと丁寧にやります。まあ、さっきも丁寧なんですけどね。で開いていきましょう。開いたら返して、こっちも大名おろししていきます。はい、うまくいきました。で腹骨をすいて、こんな感じ。いやもうちょっとうまくさばけると思ったんですけどね、自分のさばけなさっぷりに驚愕しております。はい、でなんとかまあ形にすることはできました。でこちら揚げ物用の鍋をいただいたので、僕もね人生で初これを使ってみたいと思います。なんとねこの揚げ物用鍋、便利なね温度計がついてるんです。水温計っていうのか僕は分からんけど、これやっていきます。火をつけて、そしたら油を中に投入していきます。はい、 OK。 で待ってる間にまあ粉を作るんですけど、今日は黄金の方、天ぷら粉を使います。これがね結構うまいです。 100g に水150、今回は規定の量を守ってやっていく。100で水を適当に加えます。 100g で混ぜます。だいたい見たら分かりますよね。もうちょっと水足します。よし、これで OK。 でキスには打ち粉をしておきます。こうすることで油を跳ねしにくくなります。な余分な粉はね、全部落としましょう。余分な交友関係とこの余分な粉っていうのは人生において不必要なものですから。はい、じゃあ温度がね160度になりました。この熱さをね覚えておきましょう。これって、ね、一瞬突っ込んだぐらいでそんな熱くない。今ぐらいが160度か。これはね高額にしたいと思います。はい、じゃあ170度ちょっと超えたぐらいになったので、キスを揚げていきます。たっぷりと衣をつけて、で10日、で一度に入れすぎは良くないので2個までにしましょう。はい、じゃあ火も通ったので揚げていきます。デリシャース。はい、こんな感じで、天かすの残りは必ずすくって揚げていきます。で今度はさっきより薄衣。はい、もう一個も揚がりました。やっぱ薄衣の方が美味しそうですね。でしそも揚げていきます。よし、これで OK。 でお皿にしそ、でキスの天ぷらを乗せていきます。ちょっと全然盛り付けがあかんけど。はい、キスの天ぷら完成。うまそう。で僕は断然つゆ派なんで、つゆで食べます。うどんは認めません。僕はつゆが好きなんです。
だけどご安心ください、塩もご用意。ことおり。はい、それではキスの天ぷらの朝飯完成です。それじゃあ竹雄、始めようか。はい、それではいただきます。いや、仕事の後はね、やっぱりおビールということでプレモルタイム、あの浜地洋食の服部さんにお祝いでいただいたのでありがとうございます。はい、それでは乾杯。じゃあまずキスのお刺身からいただきます。もうほら、醤油にわさびが、違うわ、油が浮いてます。うん、もちもちとした食感にね、ほのかな甘みがあってね、美味しいです。口が回ってね、酒の飲みすぎかしら。あー、すごいね。で、次キス天、まずはね、僕の好きな天つゆから。もうね、なんていうんやろ、やっぱ油で揚げとるからふわふわしてるし、じゃあ取れたてだからふわふわしてるのかな、ふわふわしてて、で甘みもふわふわしてる。でキスはやっぱり塩だっていう人もね、いると思うんで、そんなに言うならちょっと僕も塩で食べてみようかなということで、塩で食べてみたいと思います。塩、塩でも美味しいな。美味しいのは分かってるんで、分かってたんです。でも天つゆの方が好きだっていうだけで。そういえばね、天丼が前から食べたいなと思って、ちょっと天丼しましょう。で、このね、さっき使って余ったつゆ入れて、で、みりんで、砂糖で、これをレンチンします。レン、レン、レンでチン。で、その間に米をついで、はい、これで、麺つゆの出来上がりで、ご飯にで、キスを並べます。で、タレをかければ、はい、キスの天丼の完成です。まあもう美味しいのは決まってるんですけどね。で、いただきます。うん、天丼で久しぶりに食ったんですけど、米と油のカロリーの暴走ギャング、めっちゃうまい。タイの天ぷらとかもうまいんですけど、キスの天ぷらはね、一線を画しますね。なんかレベルが違うというか、一つ上のステージみたいな。はい、それではごちそうさまでした。はい、皆様いかがだったでしょうか。キス立てにキスの天ぷら、キスの天丼、大満足でございます。ベラも美味しいんで、また今度ベラも紹介できたらなと思います。本日もご視聴ありがとうございました。では。